宗門この京南餅坂木造、日蓮聖人座像安置状況、日蓮聖人座像贈呈名文と、蔵内納入品王道本殿五十頭二王門、宝刀教造主労道霊法殿長栄道江戸自慢三十六郷、池上本文寺、絵式三代多川報告、二代、多川広重筆江戸金郊八景、池上万象、多川広重筆池上での入滅図池上本文寺は、 東京都大田区池上にある日蓮宗の大本山。自覚は大本山、三号を、長英山、陰号を、大国院、次号を、本文字とし、古くより、池上本文字と呼ばれてきた。また日蓮入滅の霊場として、日蓮宗の十四霊石寺院の一つとされ、七大本山の一つにも挙げられている。公安5年9月8日、病身の日蓮は、 三ノ山を出て、当時のために、日立へ向かう。9月18日に、武蔵国池上里の池上宗中の館に到着。生涯最後の二十数日間を過ごすこととなる。同年同月に、池上士官の背後の山上に混流された一羽を、日蓮が、街道供養し長栄山本文字と命名したのが、池上本文字の起源という。同年10月13日に、 日蓮が没すると、池上宗中は、ホッ行の時数に合わせて69,384坪を、事業都市的新四寺院の基礎が築かれ、以来、池上本門寺と呼び習わされている。その後は、日蓮の弟子、日朗が本門寺を継承した。池上士官の巨漢部分は、本門寺西側の谷の一帯にあったと考えられており、現在は、1276年建立された。 池上士官内の自物堂を起源とする本文寺の、シーン、大望本行寺の境内となっている。本文寺は、鎌倉、室町時代を通じて、関東武士の庇護を受け、近世に入ってからも、加藤清正や伊徳川や当初校の祈願寺となり、栄えた。江戸時代、藤伏派を奉ずる、本文寺は、三池大論を経て駆動寺の参加に収まった。 第二次世界大戦の空襲によって50頭、葬門、共蔵、宝塔を除く道具を消失したが、戦後順次復興した。池上本門寺には多数の近世の墓所が分布し、蚊の単有墓所などは文化財指定を受けている。2002年から2003年には重要文化財50頭の解体修理に伴い、塔周辺の墓地整理が行われた。 大名墓として、米沢藩、上杉家園高院殿墓所、肥ご熊本藩,藩細川や清高院殿及び、高正院殿墓所の三墓所、また奥江市狩野家の四家の一つ、小菊町狩野家二代目、鹿の守牧るぼつねのぶ墓所、三代目彼の川ょ修身墓所、九代目鹿の春川院、長野おのぶ墓所の三墓所の発掘調査が、立正大学の坂詰周一教授を団長に、 本門寺と大田区教育委員会立正大学考古学研究室により実施された。調査により、金生母の上部構造と下部構造が考古学的に解明された。特に下部の埋葬施設に関しては、調査例がわずかであり、重要な調査成果と評価されている。墓所は解体修理された後、若干位置を移動され、現在は補強の上復元整備されている。 調査成果は発掘調査報告書として刊行された。発掘調査報告書は、本文字霊法伝受付にて購入可能。紀州徳川家内室の墓所西側に南北方向に走る土手があり、池上市間巨漢部分の土類と考えられている。徳川家墓所に面した土類東側斜面の一部には、墓所造営に伴うと見られる石垣で覆われている。 大田区教育委員会によると、法等及び、徳川市墓所、大坊本行寺を含む第一西川の谷一帯は、池上士間の寝小屋であり、鳥類は、小屋に付随する意向と考えられている。おえしき万道連供養最盛期、達中は三十六寺院あった。移転、合併、廃寺などで、現在は二十三寺院が、秋らし校と呼ばれ残っている。池上本門寺を出世寺として、 法園所属の本山は5つある。また、池上法類は、飯高団銀城、下屋十一庵から派生した、中道藤庵法類と香オル法ュ類からなる。現在は、以下の7法園があるが、かつては、助産法園と、蛍沢法園を含む9法園であった。元は2法園であったが、現在は合併して、法師法類という単一法類となっている。日練習では、 昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。